はい、こんにちは、ケイソです。はい、どうも、ハネムンです。旅パ対決旅パ対決です。事前になんか言っといてもらえると旅パ対決をやらせていただきます。はい、やりましょう。ポケットモンスター SV 私とハネムンさん買ったんですけど、はい、まあ、動画にすることもなく生放送ですることもそんなになく、まあ、一緒にやることなく、各々ポケモンをやってたと、はい、もったいないねと。そうね、さすがに同じゲーム買ったんなら一緒に遊ぼうよっていうことでね、はい、対戦をやろうと思うんですけど、はい、まあ、ガチ対戦してもまあね、まあっていうところで、はい、今回は、はい、旅パね。なのでもう何も SV のことを知らずに、はい、とりあえずシナリオをクリアした、そうね、パーティーでお互いやるっていうことで、殿堂入り、はい、一応四天王を倒した時点の6匹のポケモンを、はい、お互い使うことになります。ね、はい、だからまあお互いの生放送を見ればこれはもうズルできないと。そうですね、はい、もう残っちゃってるんで、はい、まあそんな中でも一応ね、技とかは少し変えたりっていうのは許します。そうね、はい、私のファイアロも火の子とか覚えてたんで火の子はさすがになってことで、なんでやね、火の子をちょっと変えたりとか、はい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 、あと持ち物持たせたりね、あ、まあ、そういうのはありですけど、はい、まあ、全く別のポケモンを連れてくるのはなしということで。そうね、はい、はい、例えば私マスカーニャいますけど、はいはいはい、一応ランクマ用のマスカーニャがいまして、でもそれはやめます、使いません。さすがに、ね、ちゃんと旅っぱで使った最初に3匹うちにこう選んだマスカーニャをちゃんと使うっていう形で、ね、はい、ああいいですね。だからね、お互い努力値はねめちゃめちゃでございますからね。めちゃめちゃすごかった、六角形だったね、はい、六角形なんでまあそこら辺もお楽しみいただきつつ、はい、はい、しかもね3匹なんてもう野暮なこと言いませんよ、はい、6匹全員使いましょう。6対6よ、はいはい、ノーマルルールでね、全てのポケモンのレベルが50になるんで、はい、これいいじゃないですかと、はい、真のチャンピオン決めましょう、はい、あ、これ相手の見れるんだ、何が出てくるか。あ、なるほど、あ、お前はそれねっていう感じでね。黒くない？あ、俺のパーティー、うん、あー黒いか、確かに、なんか知らないのいる、知らないのいる、マウラージか、マウラージと、マウラージ、マウラージじゃなかったっけ、あの真ん中のやつ、ムーマージ、ムーマージか、うん、オノノクスいんじゃん、お前、オノノクスいるやん、オノノクスいるね、うん、うん、まあこっちから言わせればお前もガブリアスいるんだけど、ガブリアスいるしミミッキョいるからね、俺ね、そう、うん、まあ気づいたことある、なんか他に気づいたこと、あ、気づいたことある、いや、まあお前最初にもらったポケモンどこやったいないんだ、ボックスに眠ってます、ね、ボックスに眠って、あ、マジか、はい、使わずにクリア、そうっす、ホゲータ、ね、そう、ホゲータ、めちゃくちゃ強いじゃん、ホゲータ、そう、でもあいつ炎ゴーストでしょ、うん、炎ゴーストいるんだよね。ああ、そうなんだ。え、うん、どれだろう、炎ゴースト。マウラージ？あ、違う、炎とゴーストがいるから。ああ、なるほどなるほど。炎ゴーストのあいついらないなっていう。はあ、なるほどね。はい。さあ、始まりました。なんだお前のそれ。こだわってますから、私のカードも。カードもこだわってますんで。キモすぎる。女の子選んだのね。女の子です。スパイダーマン。お前、ちゃんと名前つけるタイプ。色違い。これ最初に出てくる雲のやつでしょ、スパイダーマンっぽくね、うん、不眠もらった、これ俺最初の道路で捕まえたラルトスなんだけど、ニックネーム間違えて変えるってやっちゃって、うん、でなんか焦って2個消して、うん、トスが消えてラルになったえ、何してくんのその雲、何してくんだろうね、不眠だったな、不眠だったね、とりあえず、そう、最初に捕まえた色違いなんだこいつ、うわ、うざ、リフレクター、おいおいおい、タビパにリフレクターあんのかい、リフレクター積みましたよ、リフレクターあんのかい、ネバネバネット、はい、何これ、速度下がる、いやいや、まあ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 、何ネバネバネット、これ逃げられなさそう、俺逃げられなさそうだな、いや、でも結構強いな、それどうしようかな、多分だけど俺ポケモン効果できなくなったよな今のな、知らんがネバネバネット、知らないな、浅いな、浅いな、え、積んじゃおう、うわ、積みでくんの、まどうせ逃げられないでしょ、マジか、積みでくるか、特攻上げて、特防上げて、それうざいな、ハイオール一撃、オーケーオーケー、リフレクターの上で、あ、特攻下げられた、やめろやめろ、俺特攻上げてんのに、上げたけど下げるっていうね、やめろそれ、よくないよ、これ不毛の戦い始まったか、どうしようかな、よく技も分かんねえよこいつらの技も、ちょっと待って、技どうやってみんの、これか、ほう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 、なんかありますか、あ、これいいじゃん、これいいよ、いや、うぜえ、リフレクターマジで、リフレクター最高、リフレクターで瞑想積むのうざすぎない、最高キレッス効かねえよって聞いた、あれあ、そっか、虫って別に
あ、そういうことね。あ、特攻は下げられてるけど、さすがに次のお前最後キレスで死ぬぞ。特攻1段階下がったといえど、俺の最後キレスで、それは死ぬか。死ぬぞ。それはきつい。スレッドトラップ、知らない技ばっかり。あ、守りの体勢。守りだね。あ、守ると同じ感じ。そうね。しかし守ったところでみたいなところはあるよね。一旦遅延されただけだぞお前。一旦遅延か。どうしようかなこれ。まあ、こいつには死んでもらうという手もあるね。あと俺今ネバネバネットの説明読んだわ。交代して出てくるポケモンの翼下げるらしい。これあれか、トラップか、巻き菱みたいな感じか。そうだね。マジか、俺交代できねえもんだと思ってこいつで突っ張ったけど結果良かったな。結果良かった。結果ね。結果良かった。結果ね。いやマジか、そのそいつ強くね。強。いやマジで。でもね、このね、まあワナイダー、こいつねマジで弱いらしいっす。あ、ワナイダー。あ、ワナイダーか。シンポケなのにね。はいはい、はい。そう。待って、俺そいつ。だからサイコキレス打ってるだけのサーナイトですよ。そうね。大丈夫ですか。サーナイト。でもまあこれからネバネバネットの効果で俺が交換するために素早さ下がっちゃうんだな。それは1回だけかい。そうね。いや、いけるかなこれ。木村。いや俺なんでこいつ俺なんでこいつに木村ってつけたかね、何にも覚えてないんだよね。まマウラジだよな。ムーマージ、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 ムーマのムーマ進化系だよな、うん、何打ってくんだろそいつ、知らない。俺さ最後キネスで勝てんのかなこれ。さあどうかな。え、最後キネスでどうしようかな。あんまり言っちゃうとあれだけど、まあ確かにな、ね、難しいよな、難しいな、うん、どうしようかな、うん、変えるにしてもだな、うん、じゃあ俺火炎放射打つわ。おい俺の最後キレスとどっちが強いか勝負しようぜ。シャドウボールじゃねえかよお前。なんで嘘つくの、なんで嘘つくの。嘘つくだろ、すぐ嘘つくじゃん。すぐ嘘つくよ。え、しかもそっちの方が早いの。おつ早い。え、そいつのタイプ教えてくれ。ゴースト、ゴーストなんでしょうね。え、まだあんの。まあ緑色だから草っぽくね。いや、それはないだろうな。早判断。なんだろう。判断早。なんだろうあれ。ゴースト。ゴースト？そっちにはもしかしてムーマ出ないかな。あ、そんな感じ？ワンチャン。あ、これだったら良さそうだな。これだったらいいな。えい、ミミッキュー。うわ、うぜえ。でもお前それゴースト入ってなかったっけ？俺ゴースト入ってるよ。なるほどね。まあ素早さもちろん下がるけど。さあ果たしてミミッキュといえばね、やっぱ高火力キャラクター。高火力、高火力なんだ、ま、火力が高いイメージですよ。やっぱランクマとかでもよく採用されてて、火力が高い、で足も速い、足も速い、はい、でゴーストの先制技を持っていると。あこれ、これに耐えられる。しかもこのミミッキュは1回攻撃を引っ込めたー。いやきつい。鳥から。ああ、鳥からです。鳥からね、はい。あー、ちゃんと全部色違い。プレッシャー。プレッシャー、プレッシャー弱いよな。あー影打ち、これは先生は、ゴーストの先生は、まあ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 、まあ、硬いで、あ、食べ残しタイプね。いいでしょう、いいでしょう。くしくも、これ食べ残し対決ですよ。僕も食べ残しです、これ言いますけど、はい。まあ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 、一旦ね、火炎放射とか使われなきゃ平気だと思うんだよな。火炎放射打つわ。あー、化けの皮が。まあまあ一旦化けの皮剥がしてな。コテコテと化けの皮剥がれた。ヒルよっしゃ、ナイスアイアンヘッド。やめろ、ナイスアイアンヘッドよ。 30% 引きましたね。これはよく知ってんな。 30% でヒル分だよ、それは。出た、食べ残し。あれ回復、食べ残しだからね。え、なんか減るの、それ。化けの皮の分減るってこと。そう、化けの皮の分が。あ、リフレクターがなくなった。やったー、まずい。チャンスだよこれ。でもそいつは火力そんなないから、うん、俺のミミッキュを一撃に落とすには無理だねと。はあ、なるほどな。アイアンヘッドで結構くー、もうちょい。あ、びっくりした、本当に火炎放射来るかと思った今。あぶねー、鬼火、ビビった。鬼火うざ、鬼火うざいな。どうだ鬼火、なんかこれ気合で直したりしねえのこれ。対戦じゃしねえか。そうだね、あのストーリー上だとたまに気合直したりするけどね。長えエフェクトが。お互い溜め残し食ってるからな。まあでもこれはそいつは死ぬと。まあ死んじゃうね、次のアイアンヘッドで死ぬと。まあそれだったら俺は交代するしかないな。交代で来ると。まあどうするかだよね。交代するかしないかだよね。
いや参ったな、どうしてくれようかな。どうしてくる。いや迷うな。でも攻撃下がるのやだな、やけどマジうざいんだよね。そう、攻撃が下がるから結構いいはずなんだよね。いいというかもうダメです、こいつ死んだ。あー引っ込めるね、さすがにね。一気を引っ込めて何出てくる。いやファイヤー、ね、取り対決、取り対決、ね、あー取り対決かっこ弱点がもう終わってるね。やっさー、やな音。いやまさか飛行ってネバネバネって引っかかんねんだよな。あそうなんだ、多分だけど、多分ね、今までの経験上引っかからない気がする。さあこれ変えるか。お前は火傷で攻撃力が結構下がってる、だから俺を一撃で落とすのは結構難しいことでしょう。で私はもちろんねファイヤローということで、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、飛行なんで、飛行もあるし、なんだっけな、なんか毒性あったよな、満タン時めっちゃ強いみたいな、なんかなんだっけ、俺はね炎の体、触れると相手を火傷にする可能性があると。あ教えてくれんだ。教えますよ、これはもう。なるほどね、しゃあない、引っ込めやがった。引っ込めます、引っ込めます。さあどうする。さあ山脈ね、山脈ね。アホの効かなそうな名前。ああちゃんと色違いだ、ちゃんと色違いだな。ニトロチャージ全然効かない。さあこれはいいですよ、蒸気機関で、うわ素早さグンと上げて、このタイプの技を受けると素早さは上がると。そう素晴らしい、いいチェンジですね、いいチェンジ。さあこれは俺あれだね、分が悪いね。さあどうするか。いやこいつなんか見つけた時石ころだったんだけどさ、はいはいはい、なんかあ違うわ、2番目かタンドンだっけ、タンドンの進化系なんかトロッコみたいなやつ、はいはいはい、うわストーンエッジ重い。あなんだ、もちろん気合のタスキ、タスキかよ。タスキかよ、タスキでなんとか、おいうざいって、なんとかなんとかタスキで、タスキうざいって。さあどうしたもんかな、結構追い詰められてきたぞ俺。まあお互い一応地下でも、そうだね、俺はもう、まあ、ほぼ瀕死が2人いるけどね。あ俺はないだ、なんかもう捨てポケだったからな。ネバネバネット吐いて終わりだったからな。いや出すしかないな俺の、うちのエース、これシナリオクリアするのにもう最後のネモこいつだけで6段でしたという、全部いった。さあネバネバネットで下がるけど、追い風がある俺には捨てろ、おこのタイミングで捨てろね。斬新ですね。絶対地震が来る。地震、そうですね、効果抜群よりですね、絶対地震が来る。いるかこれ、変えてもな。まあそうですね、自信は、まあ変える読みもあるかな、変える読みもあるけど、変える読みもある、でも変える読みしないなこいつ。わからんよ、わからんか、わからん、それは。ああ行こう、引っ込めた、全然引っ込める。さあ出てくるのは、全然引っ込める。さあ鳥の唐揚げ、飛行ポケモンの鳥から、もちろん当たり前でしょう。どうだ、プレッシャーを放ってるが飛行用に岩を打っている。あー偉い、でも効かない、でも効かない。いや硬え、そいつ硬いな、硬い、鋼っすからね、鋼飛行やっぱ。いや俺これ新ポケモンかと思ったら剣盾にいるらしいっすね。あ、アーマーガー、そうね、剣盾からいたね。そう、え、マジで俺マジでそれが出てくる読みで今岩石封じ打って、うん、ダメだったからもうそれしかない。マジか、ね、どうしよう、どうしよっかな俺も。これ有効だが、まあ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 、こうか、これで削ってくの俺大変だな。うん、そうだね、炎ポケモンもしかしていない。まあ、ファイヤロ、瀕死のファイヤロ、ファイヤロか、ファイヤロか、ファイヤロか、瀕死のファイヤロ、ファイヤロか、これはもうやっていくしかないでしょう。ここでマジかよ、テラスタルをきっと消そぼでと、ね、こいつのテラスタル何、これは水だったんすよ。水、あの捕まえた時から水テラスタル、レアなテラスタルタイプなんですよ。そうなんですよ、で水だからアクアブレイクを持ってると。うわーでもそんな効かないんじゃないの、そうですね、まあ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 、俺何言ったっけな、やばいか。何言ってるか覚えてない、やばいかも、嫌な音、しかしそっちも早いのか、通過
まあ、ネバネバレッドがあるといえ、俺追い風があるんだよね今ね。追い風、追い風、さっきファイアローが死に際に打ってってくれた。ファイアロー追い風なんで使ってたのか。今追い風使いましたよ。やばいな、見てなかった4ターン足が速いんで。見てなかった、まあ、私の方が上取るでしょこれ、ね、4ターン足速い。あ、追い風やんだね。あ、やんだ、やった。でもまだ分からんよ。いや、さすがにガブリアスどっちが速いんだろう。これ大事だよな割とな。これ割と大事だよな、どっちが速いかって。大事だね。いや、1段階下がってますからね。あー、死んだガブリアス、ありがとう。マジかよ、ありがとうガブリアス。あー、いやー、俺のドリカラが。いや、そいつマジ俺のパーティーでこういうのマジ辛かったわ。はあ。水、水です、よろしくお願いします。いやしょうがない、こいつ行くしかないか。わたあめ、わたあめ、わたあめ、はい、あ、電流だ。そう、ピンクになるんだ。最初見つけた時、わたあめだったんだけど、わたあめ全部取れちゃったからでもそのままの、ね、わたあめではない。いや、さすがに水タイプで電気って言われちゃ困るよな。そうね。ただまあ自信もありそう。そうなんだ、自信があるから突っ張っても良さそうなんだけど、1段階 B が下がってんで、防御が下がって嫌な音で、でも綿飴は特攻なんだよ。おー、だからいろいろ見てるね。防御が下がってんの関係ないんだよ、はいはい、で電流より俺足速いと思うんだよね。いや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 、1段階下がっても下がってるんですよ。おおテラスト抜きってきたそいつに切るのか。いるよ。え、でも電気、そう、電気、電気テラッサル。え、どっちが速いんだこれ。電気、電気だから自信は通るよね、俺の自信は。さあ、10万ボルト速い、いったれ。いや、でも即死じゃないかな。いや、さすがに死に、いや、死なない、耐える自信ね。なんか食べてる、さて、なんか食べてる。いや、自信は対策するでしょう。なるほどいや、強すぎる強すぎる。それあの実がなかったら死んでた、ね、終わってるね、死んでるね。10万ボルトテラスタル対決、まさかのガブリアス VS 電流で見れるとは思わなかったな。さすがに死ぬな、さすがに死ぬな。これテラスタル1回しかできませんよ。いいんですか、戻れ、戻るか。いや、あいつに素早さ勝たないと。出た出た出たよ。はい、ネバネバネット、一生ネバネバネットじゃん。ネバネバネット強い。あ、それ死んだ。ステルスロックも食い込んで10万ボルトで死んでいく、死んでいく。こいつマジただ出てきただけだな。そう、ただ出てきただけで、あのファイアローにつなげようと思ったんですよ。なるほどね、うん、ステルスロックの存在忘れてたんでこれもしかしたらもしかしたらですけど、これファイアロー出た瞬間、いや、空を飛んでるからステルスロックは効かないという淡い期待を抱いて、淡い期待を抱いて、ステルスロックって大丈夫だよな。宙に浮いてるんですね。あ、食い込んだ食い込んだステルスロックいや、こいつでこいつで追い風してガブリアスで速度抜く作戦が、まあ失敗と。これまずいっすよやられてますね、これね。これまずいっすよ、やられてますね。でもまあガブリアスもテラスタルしないでしょ、確か。戻すと戻す、いや、テラスタルしたまんま。あ、したまんまなんだ、うん、これはまずい。あ、そうなんだ、テラスタルしたまんまなんだ。これはこいつで行くしかないな。お、出た、旅パの仲間たち。最初のもらったポケモン、ネバネバネット強ぇやっぱりネバネバネットなんすよね。尖った岩食い込んだ。困ったね。まあこれでいっちゃいましょう。これは困ったよ。マスキャーナだって、マスカーニャ。いや、こいつを突破しないと俺ダメだ。お、え、まあ、こいつは足早いの。こいつは足早い。1段階あれなのに。ええー、まあ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 、あ、いったいったいった、はい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 、まあまあ、なんとか突破はできそうか。そっちの方が早い。ままあそうだな、ただ知るだけだったら1個目ではな。さあ、山脈が来た、山脈が出てきた。いや、山脈きついな、全然効かないな、これじゃあ。トリックフラワーが何のか知らんのだよ。トリックフラワーはね、確定で急所。確定急所なの？確定急所。ああ、そうなんだ。いや、でもこれ死んじゃうな、俺、このままじゃ。まずいな、後がねえぞ、俺、後がねえ。あと3体ね。
ミキ倒した、ハイラ倒した、ガブリアスとマスカーニャ、マスカーニャとあとなんだ。俺の最後のポケモンをお見せするぜ。うわー、マリルリだ。いやそれはまずいっすって。ネバネバネットに引っかかるけど、ネバネット素早さ下がって捨てろ。あー痛いヒートスタンプ、属性的にそんなに効かないはず。いやマジで効かん。いやいや行くしかねえ、行くしかねえ。賭けだよ俺これ。ほう、これ俺賭け、賭けね。ああ腹がいこう。うおおおおで、いやそれはそれはじゃない、身があるんです。うわマジで、ちょっと回復する。お盆、お盆の身なんで。うわお盆ざい、これでヒートスタンプは耐えられる。いやストーンエッジだぞ。うわあぶねえ。いや待てよこれ、6段階上がってます。攻撃力、攻撃力6段階上がってます。一旦6段階上がってますよ私。いやでもそのヒットポイントだろ、このヒットポイントですよ。いや先制技なんかあれはよかったんだけどな、こいつは覚えてない。先制技がないならそれは、いやクジェか。さあどうだ、耐えるか。耐えねえよ。耐えねえかー。6段階だよこっちとら。いや一応糸気の実入ってたんだけどな。なるほど、6段階4倍は無理か。そうだ、4倍はさすがに糸けの実といえど4倍は無理か。さあこっから俺のマリルリが、木村が木村が出すよ、木村を出すよ。木村も耐えねえだろ、6段階上がってんだぞ俺。いやスピードこっちの方が速いんじゃないですかね。なるほど、そう見たか。うん、では教えてやろう、アクアジェットは先制技だそうだったな。よっしゃやべ、よしよし、マリルリ強敵だ。やべやべ、ちょっと待てよ、大逆転だこれ。先制技、先制技だ、先制技、マリルリのアクアジェットは先制技。いやこれ終わったかもしれん、マジで。原大吾全抜き決まるかこれ。いや悪事で全抜きされるなマジか、破壊の神が破壊の神が出るよ。やばいこいつ、破壊の神が出るけど、型破り、型破りだけど、型破りは関係ないとして、型破りだけど、アクアジェットが今一つ、アクアジェットが今一つ、これしかない。ちょっと待って、考えさせて、ちょっと考えさせて、これしかない。お前何残ってんだっけ、あと一人なんだっけこいつ、電流だ。あ、電流超えれねえ、待って電流が超えれねえ、電流っすね、電流超えれないな。素早さ勝ってるかなこれ、勝ってなさそうでもアクアジェット絶対落ちない、アクアジェット絶対落ちないか、今一つだもん。さあどうする、これ素早さ勝ってる、勝ってたらもう勝ちなんだよ。勝ってるわけないでしょ、1段階下がってんのよ。じゃあアクアジェットで少しでも減らす、じゃれつくがあるんだよ、じゃれつく効果抜群なんだけど、素早さ勝ってなかったらただ殺されるだけだから、だったらアクアジェットで少しでもお前を減らしとくのがいいのか。うわあ！はい。あ、え？あ、どうした？なんかね、うん、もうすぐ試合が終わっちまう。もうすぐ試合が終わっちまう。待って、もうすぐ試合が終わる。終わったか。あ？ここで終わり？ピピーって感じ？あ、あ、終わった。やばい。終わんない。終わんない。終わんない、まだ大丈夫、まだ大丈夫、これが最後の最後のあれかもしんないな。でもネバネバネットでしょ、ネバネバネットだけどね、俺先制取れる自信はある。でも先制取れたところでな、ああ負けたこれこれ制限時間のね、制限時間なくせよこれなあ。いやでもうわでもダメだったなまあ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 、いやあのマリルリな悪事ワンチャンあったんじゃない。いや迷ってるうちに、うん、持ち時間がなくなっちゃって、あそういうことね、そうそう、悪事打ってで俺のマスカーなんか実はこだわりスカーフだったんだよ、あだからめちゃくちゃ早いから多分電流にも上取れたんだよね。なるほどね、でもそのオノドクスがオノドクス超えるために、うん、マリルリで悪事で少し減らしといて、でこだわりスカーフトリックフラワー、トリックフラワーで、まあ、2枚抜けたかなぐらいだけど、いやー暑かったな、暑かったね。おわこれ20分の制限時間ダメよこれまあ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 、まあまあ、でもルールはルールですからね、はい、今回は申し訳ない、負けてしまいました。
なんとかな。いや正直原大吾決まった時勝ったなと思ったけどさ危なーマジで。そうあのお盆の実でねなんとか耐えれればあともう先制技でいけるかなと思ったんですけど、はい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 、いやアーマーガーが重いマジであいつ重いそうねお互いドラゴンそんなに活躍しないっていうマジでアーマーガー重かったはい、はい、まあということでまあ旅パ対決ということでそうね、まあ、1回目は盛り上がりますね、まあ一旦私の勝ちね、はい、まあ、1回目は盛り上がりますよ、うん、いや面白かった面白かったね普通に面白かったいろいろあったら、まあ、お互い手の内が全然分かんないからねそうね確かにねそこも良かったんじゃないでしょうかということでまあもうこれでポケモンの動画終わりそうまあ、なんかやるかもしんないけどね。なんかやるかもしんないし、はい、やらないかもしれないっていう感じですね。はい。はい、ということで、ポケモン旅パ対決でございました。はい。ご視聴ありがとうございました。